群馬県道76号前橋西久保線は、群馬県前橋市から伊勢崎市西久保町に至る県道である。国道17号から前橋市街地北部、赤木山南方の低い丘陵部を経て、平野の農村地帯に抜け、伊勢崎市北部の国道50号に至る東西方向の路線である。もともとは、起点を前橋市、終点を沢郡赤堀町とする。 1994年4月に、群馬県より認定を受けた県道前橋、赤堀線という路線である。赤城山南面、平野部の東西主要路としては、より南方を通る国道50号よりも歴史が古い。前橋藩藩主からの信仰の対象になっていた三大神社への三景道として、江戸時代から続く道筋であり、近世からすでに三、安道と呼ばれていた。 この道が前橋市街から三大神社手前に至った地点で直進するとそのまま丘陵上にある神社境内に登る道筋になっているのは三経路としての出自によるものである。渋川市など県北部から前橋市街の北側を介して国道50号に出る短略路としてまた地元の生活道路として機能しており交通量は多い。しかし車線数は 前線に車線であり、前橋市郊外沿道の3大人財政では、集落や地形に影響された急カーブが多々存在すること、右折車線の整備されていない交差点が多いなどの原因から、各地で朝夕の渋滞が発生している。起点である、前橋市南立花地区内では地区を東西に貫通する唯一の道路でありながら、ギリギリに車線が確保されているに過ぎない境隘地である。 ため、終日混雑が激しい。現在この道路の北に1トルほどの距離を置いて、並行する国道17号上部道路の整備が進められており、全通すれば拠点間交通について、そちらへの移行が見込まれることから、混雑の緩和が期待されている。本県道は、東寄区間では全般に平坦な田畑の中を東西に走っているが、前橋市。 伊勢崎市境界付近の平坦地には、大室古墳群と呼ばれる古墳の集合地帯があり、かつて本路線はそれらに連なる多田山南方に伸びる、丘陵南部を南寄りカーブで登って、ピーク付近では浅い切り通しを抜ける形で、通過していた。前後数百メートルの短い区間ながら急勾配で、全般に勾配の緩い傾向の本路線では、唯一の山越えであった。 ただ山南部は、1997年から2006年に、かけ、北関東自動車道建設の森土供給源として、大規模に切り崩され、最終的には本領線の峠越え部分を含めた、ただ山丘陵南部の大部分が消滅した。これに伴い、旧道より、北方に、周囲の平野武道等にまで掘り下げられた幅広の、 切り通しが作られ、ただ山東西を直線的に貫く振動となって、急勾配を解消した。なお、森土祭市地域周辺については1996年から、群馬県企業局により、住宅団地造成の計画があったが、バブル景気崩壊後の長期不況下で2003年には、計画が中止された。2009年以降、企業局の他周辺実地地帯も交えての、 工業団地造成などが検討されている。伊勢崎市、西久保町交差点写真右奥方向が県道76号、県道102号、写真左奥、右手前方向が国道50号、写真左方向が県道73号、県道102号、写真右方向が県道73号である。終点の伊勢崎市西久保町、西久保交差点では、 国道50号の未整備なに車線区間十字路に本路線が西から割り込む形で境内なご路を形成しており、こちらも信号機による平面交差で慢性渋滞ポイントとなっている。これを含む国道50号に車線区間を回避するため、2008年以降、55号北側においてバイパスルートの前橋笠掛道路を建設中である。現在は伊勢崎市の一部、 終点の交差点名が記された標識に関しては、国道50号方面、県道76号方面は、西久保町、県道73号方面は、西久保町1丁目と、2つの表示が確認できる。ありがとうございます。